今井正人君。立国者の今井正人でございます。よろしくお願いします。官房長官、ちょっと最初のお伺いしたいんですけれども、昨日のあの会見でですね、3人の閣僚が、政務を優先して、コロナウイルスの対策本部に出ていなかったことに対して、必要な公務や用務があればやむを得ないというふうにおっしゃってますが、ね、この用務というのは、講演会の新年会とか、書道展の表彰式ですとか、叙勲の祝賀会、これを指してるんですか。内閣官房長官、菅義偉君。私は全体的に、この国家の危機管理として、大臣が出席できないときは、副大臣、政務官で対応するという、そうした内閣全体としての考え方を申し上げたところであります。今井正人。もう一度お伺いします。官房長官がおっしゃ使われたこの用務という言葉の中に、講演会の新年会、書道展の表彰式、叙勲祝賀会、これは含まれていますか。内閣官房長官、菅義偉君。私はそれぞれの閣僚が判断をすることだというふうに思っています。 お静かにお願いいたします。今井正人君。今井正人君、質問はもう明らかじゃない。いや、今お答えになりました。じゃあもう一度どうぞ。今井正人君。委員長、よく聞いててくださいね。昨日官房長官が発言されました、必要な公務や用務があればやむを得ないという、この用務というものの中に、講演会の新年会、書道展の表彰式、叙勲の祝賀会、これは含まれていますか、含まれていませんか。内閣官房長官、菅義偉君。具体的な内容というのは、わかりません。それぞれの大臣の判断による、そして危機管理に支障をきたさない体制を作るということが大事だと思っています。今井正人君。あのですね、この3人が休まれたことに対して、ね、対策本部を出なかったことに対して聞かれてるんですよ。でこの3人は講演会の新年会と書道展の表彰式と叙勲祝賀会に出てたって、それぞれ3名おっしゃってるじゃないですか。で、それに対して用務があればやむをえないっておっしゃってるんでしょ。入ってるのは当たり前じゃないですか。じゃあ官房長官がおっしゃってる用務っていうのはどういう定義なんです。内閣官房長官、菅義偉君。私、その後に大臣は反省をしているということも付け加えたのではなかったでしょうか、昨日の会見で。今井正人君。今井正人君、どうぞ。いや、あのですね、公務っていうのは私もいつも、ね、聞いてますし、使ってるのは分かるんですけど、政務も分かるんですが、用務っていうのがちょっとよく分からないので、用務の定義を教えてください。内閣官房長官、菅義偉君。まず大前提として、危機管理に支障をきたさない、そうしたことについてですね、それぞれの大臣が都内を離れるときについては、副大臣、政務官において対応することであります。ちょっと静かにお願いします。そして、個別について、どのような会合であるか、具体的なことについて、私自身は承知をしておりません。ですから、その個々によって緩和をされるべき、ただ危機管理をしっかり整えて、都内を離れることは大事だというふうに思います。今井正人君。今井正人君。官房長官ね、私、これ、本当に問題発言だと思ってるんですよ。
だって、こういうその私的なものに出てても、やむを得ないとおっしゃってるんですよ、官房長官。新年会に出てたり、上空の祝賀会に出てても、それはもう仕方ないと、そっちを優先してもらって結構ですと、そういうことですか。やむを得ないって言ってる。内閣官房長官、菅義偉君。そう言ってますよ。私の発言については、今言われましたけど、そういうことではないというふうに思っています。危機管理に支障をきたさない、このことが一番大事なことであります。今井正人君。では、コロナウイルスの対策本部をやっているときに、講演会の新年会や書道展の表彰式、叙勲祝賀会に出て、代わりの人を対策本部に出させるというのは、閣僚として適切な行為だと思いますか。内閣官房長官、菅義偉君。私はその会見の中で、大臣は反省しているということも申し上げたんじゃないでしょうか。今井正人、はい、官房長官はどうお考えですか。各閣僚の反省しているは分かりましたけど、官房長官はどう思われますか。内閣官房長官、菅義偉君。まあ、常に緊張感を持って危機管理は当たるべき、こういうふうに思っています。今井正人君。まあ、ちょっとこの問題後の、別の議員がやられますから、これでもしますけど、甘いですよ、たるんでますよ、こんな個人の政治活動にね、閣僚が新型コロナの対策本部休んで出てるのに、なぜ怒らないんですか。たるんでるって言って、官房長官はそれおっしゃらなきゃだめなんじゃないですか。だからこんなごてごてになってるんでしょう。官房長官、もうちょっと閣僚に注意をして引き締めてくださいよ。どうですか、もう一回やってください。内閣官房長官、菅義偉君。ちょっとお静かにお願いします。常に緊張感を持って危機管理には対応させていただいています。今井正人君。いや、いただいてないから言ってるんです。みんな呆れてますよ。そんなので出たんだか。猛省を促します。彼女、もう一つお伺いしたいんですけれども、昨日もちょっと ありましたが、ANA、インターコンチの件ですけれども、インターコンチの人たちはですね、急にわれわれの問い合わせにお答えできないと。それまでは答えてたのに、答えなくなりました。まあ、本当にちょっと辛い思いされてるのかもしれませんけれども、あそこまで勇気を持ってやっていただいたのは本当に敬意を表しますが、ここに来て答えてもらえなくなりました。で、ちょっとお伺いしますけれども、もう一度確認で。おとといからですね、インターコンチのどなたかと自民党の議員、あるいは自民党関係者、あるいは官邸関係者、この方とがお会いになったという事実はありますか。内閣官房長官、菅義偉君。官邸についてはありません。党本部については私承知をいたしておりません。今井正人君。では党本部にちょっと確認をして、お答えいただけませんか。内閣官房長官、菅義偉君。官房長官の立場で党本部に問い合わせる立場ではありません。今井正人君。これね、ANA、ANA インターナショナルインターコンチがですね、答えなくなったのが、与党から言われて答えなくなったんだとすれば、これはね、圧力ですよ、パワハラですよ。もうこんなことがもし明らかになったら大変ですからね。まあ、そのことちょっと頭に入れておいてください。それで、その上でお伺いしますけれども、まあ、今はもう、お答えいただけなくなってしまいましたけれども、これまで辻元委員ですとか、
あ、そうでもないですか。あのお互いにちょっとその、これまで、辻元委員ですとか、あるいはマスコミに、返答をしてきた、ホテル側の回答というのは、これはもう確定しているもので、正式なものだというふうにあのいただいてますから、そういう認識をお持ちでいいですか。内閣官房長官、菅義偉君。私はあの承知をしておりませんけれども、そういうものが正式にということであればそうだろうと思います。今井正人。そうなんです、今、正式に言って認めていただきましたけど、これはもう確定してますからね。でしかも、昨日もあの前回申し上げましたけど、期間を決めて、この間にこういうことがありましたかという具体的な質問をしていますから、一般論じゃありませんので、このことを皆さん、しっかりと反証しない限り、正義は我々にありますから。いや、そうですよ。正式にいただいてるんですから、そのことはしっかりと反証していただきたいということをお願い申し上げておきたいと思います。先ほどの、後藤委員のちょっと質疑を聞いておりまして、法務大臣、ちょっと私、お伺いしたいんですが、あの、制度があっても、法の解釈がなければ運用できないということは、ある制度に関して、解釈を変えれば、それが使えたり使えなかったりするということ、それが法務省の考え方ってことでよろしいんですか。法務大臣、森雅子君。それがまさに法の解釈でございまして、法の解釈は所管をする担当、官庁が解釈をし、もし変更する場合には、政府内の統一見解を得て、解釈変更をするものと認識をしております。今井正人君。ということは、今後これ、解釈を変えると、またこの制度が使えなくなる可能性があるということですか。法務大臣、森雅子君。今後のことや将来のことについては、お答えできません。今井正人君。ということは、理論的にはあり得るってことですね。森雅子君。先ほどから申し上げましているようにですね、制度の具体的内容、すなわち制度を規定する条文の具体的意味内容については、まさに当該条文の解釈によるものでございます。かつては検察官には勤務延長の規定は適用されないと解釈していたようでございますが、今般、これが適用されると解釈することと整理をいたしました。その解釈を前提に、制度の内容について申し上げたものでございますし、今ほどのご質問は先ほどの繰り返しになりますが、今後のことについては、具体的なことは申し上げられませんが、一般的には法律の解釈というのは、今、私がご説明したものであるというふうに考えております。今井正人。ちょっと確認します。将来のことは分からないのは分かりますが、理論的な話で、理論的には、また解釈を変えれば、この制度は使えなくなるということはあり得るということですね。法務大臣、森雅子君。はい、理論的には法律の解釈はですね、適正なプロセスを取り、所管省庁である法務省がそれぞれの法律を解釈する、またそれ以外の所管省庁も自分たちの法律を常に解釈し適用しているものと思いますが、これは法制局、そして人事院のですね、了解を得てするものでございますし、今般は適正な手続きを取って政府統一見解を作ったものでございます。今井雅人。いや、恐ろしい答弁でした。もう要は解釈を変えてしまえば、どんな制度にも使ったり使えなかったりできてしまうってことですね。今法治国家じゃないですね。これ法務大臣がそんなことをしたらなんて、もうびっくりしましたよ、ね、自分の答弁がずれてしまったからそうやってへりくつこねる。本当にね、法務大臣ね、私もなんか恥ずかしくなってきちゃって、僕はこの法務大臣の諦めずまっすぐにって本を読みました。消費者のために一生懸命やって、弱い人のために一生懸命やって、そのあなたどこ行っちゃったんですか。
司法の、ね、そういう謙虚さのところを全部ぶっ壊して、司法まで官邸が抑えようとする、そんなことに加担するんですか。恥ずかしいですよ。ちょっとこの件に関して、人事院さん、ちょっと質問があります。人事院は1月22日に相談を受けて、1月24日に回答を受けたというふうにおっしゃっていますが、この時点で、解釈を変える必要があるということは認識をしておられましたか。人事院給与局長、松尾恵美子君。従前の解釈につきましては、検察庁法が特別法でございますので、そちらの解釈によるものというふうに解釈しております。で、我々の方としては、ご相談、お話を受けまして、それは検察庁法の方で特例の範囲を定めるべきものであるから、我々は失礼しました、法務省のお考えに異論はないという旨を書面で回答させていただいております。今井ちょっと答えていただいてないんですけれども、解釈を変えなければ、昭和、その検察庁法の議論がされたときに、定年制は、含まれておりませんという答弁がありましたよね、ありましたよね、この議論になってますよね。で、そのことはご存知でしたか。この1月22日に、紹介を受けたときに、検察庁法で、の審議のときに、定年制は含まれないと。うん、そうですね、56年ですね。立法趣旨を。小川委員、あなたの質問の時間じゃないですから。いや、検察庁法では、定年制は含まれないということは分かった上で検討されたということですね。人事院給与局長、松尾恵美子君。お答え申し上げます。法務省からお話があった際に、昭和56年当時、検察官には国家公務員法の勤務延長を含む定年制が適用除外されていると理解したことについては、承知をしておりました。今井正人君。そうすると、この解釈を変えたのは大臣、これは法務省ってことでいいんですか。法務大臣、森雅子君。はい、ですね、定年制の、議論だと思います。これは当初から何回もご答弁申し上げているんですが、定年制の意味だと思います。当時の議事録を見ても、定年制というふうに書いてある、そのパッケージの改正点の中に、適用されるものも入ってあり、適用されてないものも入ってあり、これは当時の解釈が、その経緯と理由がつまびらかではないのです。ですので、私どもはですね、検察庁法の所管省庁として法務省が今般このように解釈をいたしました。そしてそれを法制局と人事局に、ご提示し、異論はない旨の回答を得たということでございます。今井雅人君。はい、じゃあ今、法務省で検討したと、今そうですよね、解釈は法務省で検討したというご答弁いただきましたけれども、当然、これだけの法律の解釈を変えるにあたっては、検討をしていると思うんですけれども、その検討したときの、協議録ですとか、議事録ですとか、当然残っていると思うんですが、それはありますか。法務大臣、森雅子君。はい、昨年の、国家公務員法の、定年制の改正の議論が始まった時から、協議をしております。この勤務延長制度だけでなく、すべての定年制のさまざまなことについて協議をしております。ただ、今、突然のご質問でございますので、どのようなものが残っているかは調べさせたいと思います。今井雅人君。その去年の、から始まっている公務員法の議論のところで、検察庁法の方をどうするかという議論は、そこでされてるんですか。
法務大臣森雅子君。はい、おっしゃる通りでございます。今井雅人君。そうするとそこには当然この今回解釈を変えなければいけないということも議論されていて、そこで整理がされていると、そういうことでよろしいですか。法務大臣森雅子君。私としては昨年来始まっております、国家公務員法の法律案で皆様のところにも今国会提出予定法案として、お示しされていると思うんですけれども、この中で、それぞれ の所管省庁に、投げられて、そして検察庁法を所管する法務省の方にもそのお話が来て、そして随時協議をしていったというふうに報告をされております。少しご静粛に。今井雅人君、もう少し端的にお話していただきたいんですけれども、この今回の解釈変更、1月24日に行ったというふうにおっしゃっていますが、この解釈変更をするにあたって、当然どういうふうに解釈をするかっていう議論がされてたと思うんですけれども、その記録は残ってるってことですね。法務大臣、森雅子君。記録については、今ほど突然のご質問でございますので、しっかり探させたいと思います。ただ、私自身もこれは昨年、報告を受けております。で、それは勤務延長制度だけでなく、すべてさまざまな定年制一般についてですね、年齢もどうするかとか、そういったことについて、検察庁法のところを検討して意見を出してくださいということを言われましたというふうに報告をされておりますので、その協議ですとか、検討の中身が分かるような資料、これを探させたいと思います。今井雅人君。ぜひお願いします。今、出していただけるということで、それ待っておりますけれども、それが見つからないということになると、本当にこの解釈変更の議論をしてたのかということが分かりませんから、必ず出してくださいね、出すというふうにおっしゃってましたから、これ、いつまでに出していただきます。法務大臣、森雅子君。はい、事務方の方でその協議をしていたので、その記録について、私が今からですね、探させるということをお約束させていただきました。なお、私自身のことを申し上げますと、口頭で大臣室に入ってきて、ちょこ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 と日々、報告があるわけでございますが、一番最初に、国家公務員法の、検察庁法の、見直しをすると言われたときに、私は一般的なすべて の検察のその定年制についてでございますので、一番最初に頭に浮かんだのが、東日本大震災の時に検察が、福島県いわき市の検察が避難してしまったということでしたので、そういう意味で、具体的な記憶、すみません、具体的な記憶がございますので、その時期に必ず報告を受けていたということを申し上げておきたいと思います。今井雅人君。議論がずっとこうやって束になってるでしょうから、すぐ分かると思いますので、次回の予算委員会までに提出してください、いいですか。いや、今井君、それは今質問通告せずに今、要求されてるんですね。いやいや、ですから、次までに出してくださいってお願いして、探すっておっしゃってだ速やかに。速やかにって今おっしゃったから。法務大臣、お答えになりますか。はい、委員長。法務大臣、森雅子君。私は先ほど、今井委員が私の本を示しになって、バンと下に下ろしたときに、やはり胸が痛かったです。私は私の下で、違法なことは行っておりません。ですから、その適正な手続きを取っているという資料をですね、今聞いていることにお答えしているんですが、事務方にすぐ指示をしますということをここでお約束をさせていただきました。なお、その詳細については理事会で国会内で、ご検討いただければと思います。今井雅人君。調べて出すということはおっしゃって約束していただきましたから、速やかに出していただきたいと思います。すみません、今大臣が出すとおっしゃってましたので、理事会の方でぜひよろしくお願いします。五国理事会において協議をいたします。今井
はい、次にちょっと公文書の話をしたいんですけれども、この公文書というと、森友の問題を思い出すんですね、改ざんの文書が出てきましたけれども、この籠池さんなんですが、判決が出まして、5年の実刑判決と、まあ、もちろんご自身も、まあ非を認めておられますから、刑に処されるのは仕方ないかと思いますけれども、この件に関してですね、この改ざんをした財務省、そして改ざんをさせられた職員は自殺しました。ところがですね、これに関わってた人たち、軒並み出世してるんです。佐川理財局長は国税庁長官、そして首謀者だった中村、当時の中村総務課長、今イギリスの公使ですよ、大英典、安倍総理を守ったら大英典。籠池さんの国策不捜査という本があります。安倍さん、なぜ嘘つくんですかと。官房長官、こうやって籠池さんが5年の実刑を受けているのに、改ざんをして隠蔽しようとした人たちはどんどん出世をしていく、こういう状態はどう思われますか。内閣官房長官菅義偉君。個別の人事に関する事柄についてコメントは差し控えます。また看護師さんのことについても政府の立場ではコメントすべきじゃないと思います。今井雅人君。もう今回のこの検察の件もそうですし、この改ざんの件でもそうですけど、もうみんな安倍さんに向いていれば出世するし、安倍さんのためにいろんなことやって隠蔽工作をしたら出世するし、こんなのおかしいですよ。もうこういうことが続きすぎてるから国民の信頼がなくなってるんですから、もうしっかりやってもらいたいと思います。で、北村大臣ね、白塗りの、資料がありましたよね。あれは公文書だっておっしゃってましたけども、大臣は公文書管理の趣旨に照らしてこれは適切であるっておっしゃってますが、公文書管理の趣旨って何のことですか。国務大臣、国務大臣北村誠吾君。お答えいたします。公文書管理法の1条に定められているところであります。今井雅人、具体的にはどういうことですか。まず着席をさせていただきます。どうぞ。今言います。具体的には、ちょっとそろ、ちょ具体的にはどういうことですか。趣旨っていうのはどういうことですか。国務大臣北村誠吾君。北村君、お答えいたします。第一条目的に、この法律は国および独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用しうるものであること等により、もとい利用しうるものであることに鑑み、国民主権の理念にのっとって公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存および利用等を図り、
もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とすると定めてあります。今井雅人。はい、よく読めました。それでですね、この資料に対して、これ見ていただきたいんですが、この資料を見ていただきたいんですけども、ガイドラインにね、この設定例っていうのが書いてありますが、この書類を作ったときには、ここに保存期間と、保存に満了時、日にちを書いてくださいと。で、設定例3のところに読んでください。電子分子で作成または取得し、保存する場合、作成または取得した段階で、取得した段階です。作成または取得した段階で、名称、保存期間、その日のうちに書けと書いてありますが、大臣はこれまでずっとですね、翌年の4月1日が起算日だから、その日に書けばいいんだっていうのをおっしゃっているんですよね。こう説明されてます。だから、そうなのかなと思って、私、公文書 の法律、それから施行令、ガイドライン、全部読みましたが、どこにもそんなこと書いてないんですが、どこに書いてあります？これ内閣府大臣官房総括審議官、渡辺清君。失礼いたします。質問者がご指摘いただいた部分につきましては、これはシステムに保存する場合の、ことを書いたところでございます。違う違う、どこに書いてあるんだ。はい、ちょっと答弁の邪魔しないでください。どこに書いてある？教えて、今持ってるから教えて、どこに書いてある？はい。ちょっと答弁の邪魔をしないでください。あと法の第5条の1で整理とあります。で、それをもとにして、管理、施行令で8条、そこで保存期間などを定める、それから先生もご指摘のガイドラインの方に移りまして、います。はい。そんなこと言ってない。いや、そちらの方で、いやいや、ちょっと答弁の邪魔をしないでください。ガイドラインで、それを合わせて読みますと、4月1日の保存日、保存の開始の起算日から、ファイルができるという、それまでの間の、整理をやってくれというのが、このガイドラインの趣旨でございます。今井雅人君。もう一回聞きます。ね、趣旨でごまかさないでください。全部読んだんですけど、そんなことどこにも書いてないので、どこに書いてありますかって言って、どこに書いてあるか教えてください。4月1日の件ですね。そうです。もう一回いいですか。もう一回正確に言いますよ。今井雅人君。起算日は翌年の4月1日にしなさいってことは書いてありますが、この設定例では、その日に日作成日を書きなさいって書いてありますね、設定例では。でも、これも翌年の4月1日でいいっていうことを皆さん答弁されてますが、どこを読んでもそれは書いてないんですよ。どこに書いてあるか教えてください。内閣府大臣官房総括審議官、渡辺清君。委員ご指摘のガイドラインのところで、これ書かれていることは例として書かせていただいております。従いまして、年度末のまでの間に、はい、先ほど申し上げたとおり、ファイルを整理するまでの間は、どこに書いてあるんだ。はい、ちょっと戻れよ。いやいや、はい、ダメだ、もう整理、止めてくださいよ。ちょっと書いてないんですよ。ちょっと答弁の時静かにさせてくれます。今一回答弁止めますから、だから答弁の時静かにさせてください。速記を止めてください。
内閣府大臣官房総括審議官、渡辺清君。先生ご指摘の部分で、作成取得したときはというふうに書いてございます。これは直ちにとか速やかにという法令用語ではございませんので、行政ファイル管理簿を、行政ファイルをきちんと整える翌年度起算日の4月1日までの間に、これらの作業をきちんと整えていれば、それはガイドラインなり法令違反になるというものではないというふうに私どもは考えております。今井雅人、ね、書いてないものを解釈してね、ひどいですね、もう破綻してます。で、大臣、ちょっともう時間がないんで、端的にお伺いしますけど、大臣ね、こういう答弁してらっしゃるんですね、いつも。これがなぜ行政公文書に当たるかということで、行政事務を遂行する中で、ある文書を修正して、別の文書を作成すること。それらが別のものと分かるように保存していくことはあり得ることです。本件もそのように保存されているということなので、公文書管理に反するものではないと、公文書ですと。で、じゃあなんで修正したんですかっていうことですけども、そのままでは誤解を招くという懸念があり、一部を消去し、その旨を説明しなかった事案であるというふうに説明していますが、そこでお伺いします。森友の改ざん文書、これですね、麻生大臣も答えてますが、なぜ改ざんしたかというと、佐川の答弁が誤解を受けることのないようにするために行われた、少なくとも誤解を招かないということで、修正をしたと、同じなんですね。そうすると、森友の時の改ざん文書、あれも公文書ということでいいですか。内閣府大臣官房総括審議官、渡辺清君。渡辺君。大臣の答弁と聞いてんだよ。なんだよ。森友の関係のお問いかけでございましたけれども、あちらの決裁文書の改ざんということでございました。今回はこの決裁文書の改ざんではなく、新たに作った公文書、新しい文書と2つの文書が並立すると、そういう関係でございます。今井雅人君。大臣聞きますよ。いいですか。森友の文書は前の文書も保存されていたし、改ざんされた文書も保存されていました。2つ存在して、ちゃんと保存されていました。ね、それでなぜ、修正したかといったら、これは誤解を受けやすいからといって修正をしたんです。今回のと同じですね。ですから、今回のが公文書であるなら、森友の時に改ざんした文書も公文書ですね。大臣の説明だとそうならざるを得ないんですが、それでいいですか。ちょっと止めて選手。国務大臣北村誠吾君。委員長。お答えいたします。ご指摘の事案においては、決裁文書の改ざんがなされたものと承知いたしております。決裁文書は、行政機関の意思決定を記録・表示した文書でございます。通常の行政文書よりも厳格な管理がなされなければならず、決裁文書の改ざんはあってはならないものと考えております。なんだその答弁。こうした認識のもと、平成30年7月の閣僚会議決定では、繰り返します。こうした認識のもと、平成30年7月の閣僚会議決定では、決裁終了後に決裁文書の修正を行う場合において、再度の決裁を経ないで、当該修正を行うことを各府省の文書決裁規則で禁止いたしました。なお、当該行為については、人事院の指針でも懲戒の対象とされ、必要な措置が取られました。今井雅人君。答えてない、今、じゃあ、もう一回、今、驚くことをおっしゃいました。決裁文書だと、書き換えをしたものは公文書じゃなくて、そうじゃない、決裁文書じゃないものは、書き換えたものは公文書になるという、そういう答弁ですね、それでいいんですか。委員長。国務大臣、
北村誠吾君。委員長。それはちょっとその答弁はないですよ、それ。むちゃくちゃですよ。ちょっと答弁させてください。お答えいたします。一般論ではございますが、人事院の指針でも公文書の改ざんは文書の作成の権限なく公文書を改変することとなされており、今回のように権限があるものが誤解を招かないように文書を修正する場合には公文書の改ざんには当たらないと趣旨をお伝えしたかったものであり、ご理解をいただければと思うものです。いずれにいたしましても、国会への対応としては極めて不適切な行為であり、私としても再発防止が大変重要であり、努めていかねばならんというふうに思っています。今井正人君。ちょっと時間少しいただいて、もう一回確認しますね。大臣、よく聞いてください。ちょっと座らせてください。いいですか。両方とも行政文書です。決裁書も、今回の資料も行政文書です。行政文書の中身を変えて、そしてファイルして保存して、前のものも後のものもある。両方とも同じですね。どうして片方は公文書じゃなくて、片方が公文書だっていう、全く分からないんですけど、教えてもらえます？国務大臣、北村誠吾君。委員長。お答えいたします。今回のように権限があるものが誤解を招かないように修正した文書を別途作成した場合には公文書の改ざんに当たらないと考えるということを申しておるところでありますので、ご理解がいただければと思います。今井正人君。ですね、今井君ごめんなさい。いいですか。はい、森友の時も権限のある人が誤解を招くと言って、変更したんです。同じなんですよ。どこが違うんですか。内閣府大臣官房総括審議官、渡辺清君。その答弁で聞いてるんだよ。その後大臣から答弁させます。失礼します。決裁文書と今回の場合の違いでございますけれども、決裁文書の場合、決裁という意思決定過程をきちんと整えておかなければいけないものについての、修正を行ったもので、これは改ざんということになったというふうに承知しております。今回の事例につきましては、官邸事務所の方からご提供を受けて、内閣府人事課の推薦者名簿としてそのまま利用を保存していた文書という、一つの文書と、その一部を消して国会に提出した文書、二つ別な行政文書ということになりますが、これは国会に提出するにあたって、そのようなものを新たに作成したということで、その後、きちんとそれが、作成時点や作成担当が判別できたり、別なものとしてきちんと保管されて、4月1日からの保存期間に入って、ファイルの中に整えられていけば、公文書管理法には違反には当たらないという趣旨を大臣、申し述べさせていただいていると存じます。じゃあ大臣、答えてください。いいですか。権限のある人が、ね、公文書を中身を変えて、で保存をして同じものが2つあるわけです。2つあるんです。決裁書とかそんなことがじゃないですよ。公文書としてですよ。それを片方は公文書だといい、片方は公文書じゃない、それはおかしくないですか。同じなんですよ、やってることが。同じことがやってるんです。ご静粛に。いや、あなたじゃないって。国務大臣、北村誠吾君。人事院の指針におきまして、決裁文書の改ざんとは、決裁終了後の決裁文書の修正の禁止に違反して、決裁文書を修正することとされ、公文書の改ざんとは、文書作成にかかる権限なくして、権限のないものが公文書を改変することとされております。今回の事案は、決裁文書ではなく、文書作成にかかる
権限も有していたことから、事情が異なるものと承知しております。以上です。今井正人君。すみません、もうちょっと時間が来ましたので終わりますけれども、ね、それも驚くべき答弁ですよ。だって公文書で、決裁文書は中身変えたら公文書じゃなくなる。で、ご静粛にお願いします、与党席は特に。で、そうじゃない資料は、行政文書で、修正したものを作ったら、公文書になる。こんなのはね、めちゃくちゃなことはありません。先ほどの参考人、呼んでもいないのに、ここ来てですね、で、答弁したら答えられないじゃないですか。説明がおかしいからなんですよ。先ほどの法務大臣もそうですけども、この問題もそうですけど、そもそも説明が間違ってるから皆さん答えられなくなっちゃうんですよ。まあ、こんなめちゃめちゃな審議してて、予算通せませんからね。そのこと申し上げて質疑を終わります。これにて今井君の質疑は終了いたしました。次に川内浩君。後藤理事。よろしいですか。はい。はい、それでは川内